皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回紹介するのはこちら、マクドナルドのブラジルワールドカップシリーズコラボ第1弾の3種類目ですね。イタリアンリゾットボールを紹介していきたいと思います。はい、ということでこれなんですが、まあ、名前の通りイタリアとのコラボ商品みたいですね。説明読んでみると、イタリアンリゾットボールなんですが、トマト&イカスミらしいです玄米のリゾットでチーズソースを包み込んでフライしたサクサクとろり食感に仕上げたサイドメニュー、ガーリックとハーブを加えたトマトリゾットと香り豊かなイカスミリゾットの2種類が1個ずつ入った1個ずつ1個ずつしか入ってないのこれセットで美味しさのコンビネーションをお楽しみくださいということらしいです。あ、2個しか入ってないんだ。それで189円とか200円ぐらいするのか。結構しますねあ、2個しか入ってないんだ、知らなかったな。まあ、とりあえずちょっと中身見てみましょうか。ちょっと開けてみます。あ、本当だ、2個しか入ってない。あー、色的に左が何でしたっけ、トマトソースか、トマトで、右がイカスミっぽいですね。どうなんだろうこれ、コロコロっとした揚げてある感じだな。1個ずつなんですね、まあ、とりあえずちょっと食べてみますか。じゃあもうこのままいっちゃいますね。じゃあまずは左のこっち側のトマトの方ですね。ピントがよいしょ。まずはこれからいただいてみたいと思います。いただきます。あ、これ美味しい。なんかチーズ入ってるって書いてありましたっけ、リゾットか。これがあ、チーズソースで包み込んでフライした。まろやかな感じですね、トマト。うん。これ、周りがリゾットなのか。なんか、ふわっとした感じで美味しいですね。ちょっともう一口。ほんとだ。結構リゾット食べてる感じで、ああ、これなかなか美味しいですね。ちょっと、衣の油分というかあれが多い気もしますが、なかなか美味しいですこれ。普通にリゾットとして出してもいいくらいなんじゃないのかな。でもう一個の方がイカスミですよね。これどう見てもちょっと黒いのが浮き出てます。これも食べてみましょう。あ、すごい、裏面はもっと黒かった。めちゃくちゃ黒いですね。じゃあ一口イカスミの方食べてみます。サクサクしてるけど、毎度思うんですけどイカスミって味ってあんまないですよね。あ、ちょっと辛い、ちょい辛ですね。まあ辛いっていうほどでもないか。ちょっとこれそのまま手で食べるとすごい油でギトギトになりますね。なんかあの爪楊枝じゃないけど、そういうフォーク的なのがついてもいいんじゃないのかな。うん、これリゾットボールなかなか美味しいですね。ただ2個しか入ってないんだ。ちょっと寂しくないですか、2個だけもうちょっとなんかナゲットみたいな感じで5個とか4個ぐらいは入ってんのかなと思ったんですけど、予想外に少なかったですね。これはもうちょっとあってもいい気がするな。値段ちょっと割高ですよね、2個で200円ぐらいするってなると。まあこれ美味しかったんで、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。以上、アフロマスクでした。